ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、ガールネクストドア。監督は、ルーク・グリーンフィールド。2004年の作品です。成績はそこそこですが、充実とはほど遠い、くすぶった高校生活を送っていたマシューは、隣の家に素敵な女の子、ダニエルが引っ越してきてから状況は一変。たちまち彼女の虜になったマシューですが、彼の親友の一人が、ダニエルがアダルトビデオに出演していたことを発見します。驚くマシューですが、果たして、というお話です。出演は、エリシャ・カスバート、エミール・ハーシ、ティモシー・オリファントほか、テレビシリーズ、24の主人公、バウアーの一人娘、キム役で一躍有名になったカスバートの色っぽさたっぷり。日本では劇場未公開。実在のポルノスターもカメを出演する、ちょっとだけエッチな青春映画です。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。